おはようございます。今日は12月の12日、今日は愛媛県松山市 JR 四国予算線の松山駅です。しょぼいと言われ始めて久しいこの松山駅、私はそんなにしょぼいとは思わないけどね、結構立派な駅だと思うんですが、そんなことないのかな、これは私の感覚がおかしいの。まあ確かにこのぐらいの駅だったらね、地方にもありそうではありますけど、中に入ってみればいろいろ入っててね、結構立派だなと思いますけど、こっちにはカレー屋さんのお店もあります。前に来た時はインド人の格好してたな、そういえばね。それであのカレー屋さんの汚れ写真撮った記憶があるわ。ともかく松山駅は本当にレトロな雰囲気でね、町の中心部、昔から歴史を紡いできたという感じで大変好感が持てます。今後とも末永い活躍を祈ってるんですが、あんまりにもしょぼいしょぼいと言われまくるとですね、この立派な駅がなくなってしまうんじゃないかと個人的にはちょっと心配しているところです。本日は松山の旅、タクシーもあそこで今排気ガスを真っ白にしてますけれど、今日もまた寒いんですね。さっきからどの動画でも寒い寒いって言ってますけど、本当に寒いんですよ。愛媛県ってのはもっとあったかいところのイメージがありましたし、夏に来た時はめちゃくちゃ暑かったわけですが、全然あったかくありません。むしろ寒いぐらいです。この間の青森よりも寒いです。結構ね、一昨日四国に入ってから視聴者の方に話しかけられることが多くて、今日もね、これからあの大学の研修で韓国に行かれるっていう方とね、今ちょうどそこでお会いしたところでしたけれど、でもう昨日も朝早くから夜遅くまでいろんな方にお会いして、あの中に四国の地元の動画も多分すごい楽しみにされてる方いらっしゃると思うんですけど、あんまり四国が出なかったですからね、私の動画全然なんか意味があって四国に来なかったわけじゃないんですけど、ただ今回はね、全然来てないから1年発起して行くぞと思って来たのでしたが、やっぱり来てよかった。食べ物も美味しいしね、いいものはたくさんありますよ。松山といえば市内交通は伊予鉄道、路面電車、大体これで移動するのがメインではないでしょうか。そんな素晴らしく速い移動手段ではないと思うんですけど、名物の坊ちゃん列車というのもあるし、あとそれからそうではなくてもね、ほとんど全ての列車がかなりのレトロ調でいつから使ってんだみたいなやつですね。なんか昭和26年とか前書いてあった気がするんだけどね、古いレトロ調の列車というか本当にレトロな列車に乗っていくことになるでしょう。松山駅は松山の街中で言えば、まあ空港に当たるようなところでして、空港ではないんですけど、もちろん当たり前なんですけど、町の中心部とは少し外れているんですよね。松山市駅という伊予鉄道の普通の鉄道の駅の方が中心部になっていて、そっちの方が駅が立派です。ああいう風に路面電車とかバスで松山市駅の方に移動するのが一般的になっています。ホテルもそちらの方がいっぱいあります。レトロな列車じゃなかったね。ブライダルのプロを目指す愛媛コミュニケーションブライダル専門学校へお越しの方はこちらの便利です。 e カードホールドはチャージの手間なし、発行、年会費は無料です。施設の送り物や古い車両に来るって言いましたけど、新しい車両がありました。まあ結構新しい車両も増えてきてるみたい。まあいつからこの状態なのか分かりませんが、路線図はこんな感じになっていて、主に松山駅からですね、こう松山市駅の方へ向かうときには直接行くルートというのはどうもあんまりないみたいですけど、この松山市駅、これを中心に運行されてるみたいです。目的地は道後温泉です。1回の乗車で、どっか書いてある150円のはずなんですけど、書いてないか、これね。それから、4回乗れば元が取れるはずですけれど、1日乗車券も販売しておりまして、それは大人が600円となっています。そして松山市駅のですね、伊予鉄のデパートのところに大きな観覧車があるんですが、それ確か1回乗るの500円だったと思うんですけど、この500円の観覧車にただで1回乗れるんですね。だからもし観覧車に乗りたいと思うんだったらば、1日乗車券を買った方が圧倒的に得だというわけです。両替式のいわゆる路面電車、普通の乗り方、ついて道後温泉です。松山駅行きと松山市駅行きがあって、私はこの後また松山に戻ってから徳島方面まで向かいますので、まあ1回高松を経由するわけですけど、だからちょっとね、この列車では乗ってはいけないのかな。いつも同じようなところばっかり来ててね、昔実は行ったことがあるんですけどみたいな場所ばっかり行ってるような気がしますが、道後温泉も私の動画で前に2回ほど紹介してるんですが、ただね、なんで昔紹介したのこんな堂々と何回も何回も行ってるのかっていうと、まあ、単純に好きだからっていうのもあるんですけど、それだけじゃなくて昔の動画多分ご覧になってる方は少ないだろうから、今のうちにね、有名どころからまず紹介して、このスーツ旅行チャンネルを十分知っていただいて、その後もっと例えばマイナーなところ、例えばそうですね、どこがいいかな、愛媛県だったら石鎚山の方行ってみるとかね、それから別式道山とかそういうところに行くとか、そういうことも今後は検討してますから、どうぞ将来にわたってお楽しみに。ちなみにこの道後温泉の駅ですが、明治時代に作られた建物でして、それをずっと使っていたんですが、これは明治時代のものではないんですけどね、それをずっと使っていたんですが、ただ結局
にも古くなりすぎたということで、割と最近に新築建て替えをしたんだそうです。全く同じような構造で、昔同じような外観らしいのですが、これはあの新しい建物です。また道後温泉だけではなく、ここにアクセスする列車としてやってくる、松山市から来てるのかな、松山駅から来てるのかどっちか分かんないんですけど、ともかく名物路面電車坊ちゃん列車というのもあります。蒸気機関車のような形をしてるんですが、これは蒸気機関車ではありません。なんだよと言ってそれで過ぎ去るという人もいなくはないようですけれど、しかしこれはあの路面電車の中でもかなり珍しいものなので、その類型としてもねかなり特殊で、それはそれで楽しめるものだと思います。まず電車と言いながら、実は上から電気を取ってくるわけではなくて、蒸気機関車の形をしながらディーゼルのエンジンで走っています。というエンジンで走る路面電車を大津州内燃動車というんですが、これはあの日本にこれしかありません。そしてまた機関車のような車両に引っ張ってもらう、自分で走る力のない車両、それを連ねて走るスタイルの路面列車というのかな。それもねこれだけです。あの前後とも大変珍しくて、またあの前と後ろの進行方向を切り替えるのもですね、自力であのジャッキアップをしてぐるぐる180度回転するということをやってまして、それもまたもし見る機会があれば大変見応えがある光景ですので、どれを撮ってもなかなか特殊。普通の160円の運賃に加えて確か500円だったかな、料金がかかるんですけれども、乗り応えはあります。昔のこの辺りで走っていた路面電車、電車ではなかった時代のその列車を、それをイメージして同じような構造で作っているものです。柳の木なども生えていて雰囲気がいいわけです。この奥にまっすぐ行ったところ神社があります。どんな神社なのかよくわかんないんですけど、これね道後温泉の中心部に向けて、この商店街がおそらく愛媛県の中で最も観光客向けに作られているところなんじゃないかと思います。まだ朝の9時ですからね、温泉街もようやく目覚めたばっかりという感じで、開いてないお店も多いかと思いきや、逆にこの時間帯から開いてるところも多いんですね。なんか前に来たよりもさらに大きいものができたな。どんどん観光開発が進んでいるようです。愛媛県名物のみかんジュース、ポンジュースなどもたくさん売っているんですが、あまりにも寒すぎてそういったものを飲む気にはなりません。とにかく一刻も早くお湯に浸かって温まりたいというのが切実な願いです。ここが道後温泉の本館でして、でこの、まあ、何ですか、旅館ではないんですけど、ここはあの外から入ってきてね、日帰りで入っていく、まあ、昔ながらのスーパー銭湯と言ってしまえばそうですかね、時間制限付きのスーパー銭湯でして、でこれが道後温泉の名物となっています。あそこに札所っていうのかな、切符売り場があるわけですけど、この道後温泉本館にはですね、2つの浴場とそれから2つの休憩室、合計で4通りの組み合わせがあります。4通りの組み合わせか、そうかな。まず2種類休憩所がありまして、個室タイプの休憩所とそれから広い休憩所、つまりみんなで一緒に使う休憩所とあります。それから、まあ、上等といえばいいのかな、上等な方の浴場と、まあ、普通の浴場とあります。で普通の浴場で、休憩所とかそういうものの利用は特にない、入浴のみというのが一番安いやつ410円、そして広い休憩所を利用し、これですね、こういうところを利用しつつ、また、普通のか、普通の浴場を使うというのがこの840円、そしてこちら玉の湯という上等な方の浴場を使い、そしてまた、この休憩所を利用するのが1250円。この玉の湯というのは昔道後温泉の本館にあったものを再現したような、まあ、レトロ調の浴場になっているんですが、そして最後、これはまた同じ玉の湯を使い、そして個室、自分のまあ何ですか、プライベート空間、和室みたいなところを利用して休憩できるというものが1550円となっていて、一番いいやつにしました。これはね、贅沢を紹介するというよりは、私も前からいろいろと利用したんですけれど、なんだかんだ多分これが一番コストパフォーマンスが優れていると思います。これはケチるところではありません。ただ本当にケチるところではない、まあ、今からどうケチるところではないのか、ゆえんを紹介しますけれども、もちろんね、ただそんだけ人気がありますんで、この個室入浴券はですね、なかなか観光シーズンなどになりますと、もう満員でちょっと順番待ちをしないと利用できませんよということにもなってるんだそうです。予約とかそういうのは多分ないと思うんですけどね、来て今個室は満員ですから、じゃあちょっと待ってくださいねとか言われています。でも今日はね、観光シーズンではないし、平日の朝ですからね、まあ、こんだけ空いている時間帯だったら特に問題はないんでしょう。空いてますかと聞きに行ったら、あ、空いてますよと普通に入れてもらえるみたいです。で部屋に通していただきました。この館内はね、撮影禁止になってるんですけど、禁止になってるのに撮るのやってね、そうじゃなくて、館内は撮影禁止なんだけど、部屋の中とかね、撮っていいところもあるみたいです。で、ちゃんと聞いていいですかって言うと、あ、ここは大丈夫ですよって教えてくれますので、大丈夫なところ、そうでないところと確認しながら皆さんもお楽しみになるといいでしょう。このぐらいの広さ、3畳間ですね、3畳ですね。
この前もね、本当にこの部屋だったんですけど、こんな感じの旅館の一室みたいなところにこう、まあ、クローゼットみたいなのもあって、クローゼットなんて言うんですかこれ、日本語で分かんないですよ、なんて言うのか。あとこういうありがちなね、あの電灯とか、ここからこう階段も降りていけるようにもなっています。だから多分、ね、開けていいと思うんですけど、こんな感じね。でそれからまた一旦ちょっと閉めてですね、この建物、あの明治時代に作られたやつですんで、土壁なわけですが、これも多分ずっとその頃からなのかな、なんか触ったら崩れそうだからあんまり触りまくらないでおきますけど、こっちも開ければこんな感じで、ベランダなんていうの、縁側とはまた違いますよね。こういう風に出られるようにやっています。このように外へ出るのは全くの自由、まあ自由っていうかね、これはお隣の区画ですから、逆に隣の人と一緒にねこう出てきたりするとタイミングがバッティングして、ね、ちょっとこうやりづらいところもあるかもしれませんが、でここにあの1階の玉の湯っていうのがあるのかな、ちょっとどっちなのか神の湯かなんか忘れましたけど、あの浴場のうちの一つがありまして、多分男湯と女湯なんでしょうね。ここからもくもくと湯気が上がっています。で当然別に旅館に泊まる体験じゃありませんので温泉入るわけですけど、まずは服を脱ぐでしょ。いやこれそのまま裸でここから行くんじゃないですよ。ここにこういう風にね浴衣を貸し出してくれるんですね。こういうなんかこう年代物っぽいカゴに入ってるわけですが、カゴというか木の箱に入ってますけど、これ着替えてそれでよかったら行ってくださいねということになってます。ただちょっと寒いんでね、本当に寒いんですよ。特にこの部屋も暖房とかがついているわけではないから、もう今日はこのまま行こうかな。さすがに湯冷めしそうですからね、今日は悪いけどそうしよう。ちょっとなんかネクタイだけはねしてると、みんながリラックスしてるところに、なんだこれこんな背広姿で着やがってみたいなね、品種を買うとか雰囲気を乱すとよくありますので、ネクタイだけ取ることにしました。でこれをピッと押すと係の人が来てくれるんですね。これなんか音がしたな。そうそう、勘違いしてたけど、これが坊ちゃんの間ということで保存されていてね、夏目漱石さんの写真とかそういうのいっぱいあるんですけど、夏目漱石自身は別にここだけを使ってたわけじゃないんですよね。ここやっぱね、もう一回ちょっと確認したんですけど、別に旅館として使っていた時期はないそうでして、ずっと昔からこの営業スタイルでやっているそうなんですが、3階まで上がってくれば、何銭だか言ったかな、お茶菓子を出してくれて、そこで背中も流してくれますよみたいな、そういうようなことがね、小説の坊ちゃんの中にも書いてあります。いや、私どういう風に、私もこれでいいと思う。じゃあもういいか、戻ったお茶、お風呂から上がったら、じゃあちょっとこの部屋でだらりと休憩して、それでじゃあまた行こうみたいな、まあそういう感じですよね。で80分の時間制限ですが、まだ時間に余裕はあります。出していただいたこれは坊ちゃん団子というもので、いつから名物になってるのか私は分かんないんですけど、食べるとですね、食べるとっていうか、難しいんですが、通常の団子の逆バージョンみたいなね、中心部分がなんかこうグミとは言わないですけど、なんかそれに近いような、ぶにょっとした感じのもので、外側にあんこを巻きついてあります。うちのチャンネルによく出てくる中村さんに教えていただいたんですけど、鳥取県とかにもこういうのあるんですよね、同じようなのが。これもまた利用する休憩所の階層によって違いまして、3階の個室を利用すると坊ちゃん団子が出てきますが、2階の大広間の休憩所を利用すると、せんべいのようなものが出てきます。ちょっとこう今日はね、なんか工事をやってるみたい、確かずっとここら辺工事してるんじゃなかったかな、それでちょっと外が想像しいですけど、座布団がありますんでね。いやーこれですよ、これで、まあ、お茶ね転がりながら飲んで、昭和じゃない、明治27年からの文化財ね、ちょっと汚したら大変ですけど、まあ坊ちゃん団子ぐらい寝て食べてもいいでしょう。これお茶受けなんで、あんこだけのやつを食べるとあれですから、立派な、おっと、もうね、私なんかはね、これに直接注いでくればもうそれでこれでね、十分なんじゃないかって気がするんですけど、結構立派なこういう出し方をしてくれるんですよね。ちなみにこれはね、ちょっと、これなんだ、お茶じゃないな。お茶じゃないならいいけど。これもこの辺りの、伊予地方の焼き物だったというような気がするんですよね。伊予焼きなんてなかったような気がするんだけど、なんだっけ、なんかそういうやつなんですよ。これ、そんなプラスチックとかでできるやつじゃないですからね。道後温泉と書いてあるこの湯飲みに入れられた緑茶は、おかわりは自由となっています。自由って言えば言うか、言うと入れてくれる。あ、これ美味しいな。いい入れ方だよ。いいですよね、この狭い3畳までだらーっとするの。これね、
あのご利用は80分っていうのは時間足りなくはないんですけど、もっと贅沢な時間の使い方をしたいときね、温泉入ってそれで上がってきて、それでここでじゃあひとしきりお昼寝みたいなことやってから出るみたいな、そういう使い方もいいと思うんですけどね。あの午後をずっとここで過ごすみたいな、でもそういうことは特に想定してないみたいなんですね。2人分っていうか2回分料金払えば160分いられるのかもしれないですけど、3時間ぐらいいてもいいな。あのね、ここの温泉はそんなに入っても匂いとか色とかそういうのはない普通の温泉なんですけど、塩素の消毒をしてるんですね。で、昔はしてませんでしたが、愛媛県の条例でするようになったらしいと。で、本当はまあしたくないわけですよね、そういうのって。だって源泉かけ流しの方がいいじゃないですか。で、匂いはね、そんなには感じません。いわゆる塩素消毒の匂いはしなくて、注意深く嗅いでも私はよく分かんなかったけど、でもその脱衣所のところにね、表記があって、いや本当は別に塩素消毒なんかする必要はないほどここは綺麗なんですけど、ただ条例でやむなくやらざるを得ない状況になっていますみたいなことがね、書いてありました。やっぱ源泉かけ流しで本当は売りたいですよね。あー、美味しい。口の中に緑茶の香りが広がり、坊ちゃん団子の風味と重なり、美味しいです。まあこれ以上出ても別に同じ景色なんでしょうがないんですけど、ここはね、あのなんか頼めば他にも飲み物とか出してくれます。アイスとかもあったかな。食べ物はないですけどね、確か。それは別のところに行くわ。いやでもね、 JAL のファーストクラスなんか乗らなくてもいいから、こんぐらいの贅沢で十分ですよ。いや十分幸せになります。温泉に行ってね、のんびり畳の上で座布団の上でゴロゴロする、いやこれ以上の幸せはそう簡単には見つかりません。もう外から工事の音が聞こえてくるじゃないですか。それもまたね、外では一生懸命やってんだな、でも今日こっちはゆっくり休ませてもらってるぞって、そういう感じに浸るとね、これはこれでいい環境音だと思いますよ。何でもポジティブに考えることが重要です。やばいやばい、ちょっとゆっくりゴロゴロしすぎた。もうあと45分で列車が出るよ。松山駅まで30分くらいかかりますからね。よいしょ。あのですね、天皇陛下がお入りになった湯船というのもこの中にありまして、ここにお疲れになられたんですね。それ別のところに用意されてるんですが、ただそれはね、あの見学はできるんですけど撮影ができませんので、あの今回は行きませんでした。というのは私はもう3遍ほど見学したことがあるからです。入館、そこの見学には200円ほどかかるんですが、ただあの上の方のね、上等な客室に泊まっている人、泊まっているっていうか、あのそこに入っているような人たちはそれ無料ですることができますんで、実際にはね、そのいろいろと諸々の金額を単純に弾いてみると、あの個室の休憩料金っていうのは別に高くはないんですよね。むしろ安いぐらい。何にせよ今回も松山で非常にいい思いをしました。とっとと帰らないとな。夏目漱石の他に正岡子規を輩出したのも松山市だそうです。夏目漱石も別に生まれがここなわけではないそうですけどね、生まれは東京です。確かこれなんですよね。本当に古いよな。床が木の乗り物に昨日からよく乗っています。ごめんなさい、お待ちしております。松山駅に帰ってきました。さっき見えたあの電車が目の前を通ってるやつ、あれダイヤモンドクロッシングという名前がついておりまして、鉄道マニアの中ではそこまで超有名でもないけど好きな人は相当好きみたいな非常に珍しいものです。全然関係ない全く別の鉄道路線が垂直に交わるというのがあのダイヤモンドクロスなんですが、まあ、基本そういうのはね、普通はあのやっておりません。あのここは路面電車とそれから普通の鉄道とか交差するので、落ちああいう風な形にとってるんですけど、多分ね、あれが普通に見られるのは、普通に乗れるのは全国でここだけなんじゃないのかな。他でなんかいくつか名古屋とかにもねあるのは知ってるんですけど、見たことないし、名古屋じゃないか、愛知県かな。そしてここから一気に2時間半
高松まで向かいます。特急潮風一途という、まあ、この辺りの名物列車を乗り継ぐわけです。松山にせっかく来たんでね、愛媛県の名物みかんを買って帰りましょう。駅を出た外のところにね、セブンイレブンの反対側ですが、キオスク名品館がありまして、愛媛県の名物は大抵ここで買えば揃うというわけです。駅弁もここで売ってるんだな。松山の駅弁として醤油飯が有名なんですよね。それとそれからみかんジュースを2つほど買いました。これで2時間半の列車の中でもまあ十分でしょう。まあ、よかったら、そうだな、ここからは潮風号の紹介の鉄道の動画を撮りますんでね、よかったらそっちに登場しますから見てみてください。醤油飯っていうのはまあ大体想像がつくかと思います。760円ぐらい、駅弁の中では安い方です。じゃあとりあえず松山道後温泉の紹介はここまで。今度来た時はもうちょっと別の場所も見てみたいですね。ありがとうございました。